私は千織。千織屋の店主よ。衣装のオーダーメイドなら、いつでも言ってちょうだい。他の依頼は、君が交換条件にする価値のあるものを持ってるかどうかによるかな。だって、お互いに与え合ってこそ商売でしょ？それから、千織屋内での喫煙と喧嘩は禁止よ。お客様は神様なんて、うちじゃ通用しないから。一般人だろうが、本物の神様だろうが、規則を破って外に投げ出された時に尻餅をつく姿勢は同じよ。歩む道も、なりたい姿も、全部自分自身で決めるの。誰も私に指図なんかできないわ。布を断つにはハサミを使うはず？そんなつまらない規則なんてどうだっていいわ。使い勝手のいい刃物を使うまでよ。突っ立ったまま動くつもりがないのなら、いっそ私のモデルになってくれない？綺麗な服をデザインしてあげるわ。雨より、地面の泥水の方が嫌いだわ。服についたらなかなか取れないんだもの。故郷の景色を思い出すわ。憧れのここ。手にした瞬間に散ってしまう美しさ。雪って、ファッションと結構似てるわね。こんな場所でどうトレンドを広げればいいのか、全く想像がつかないわ。おはよう。朝食を用意してくれるかもなんて期待はやめてね。むしろ、もしカフェに行くなら、君の方がついでに私にコーヒーを持って帰ってきてよ。ミルクなし、お砂糖なしでお願い。もうこんな時間？お腹が全然減ってないのよね。作業を中断したくないから、昼ご飯は一人で行ってきてちょうだい。外が騒がしいわね。フォンテーヌの人たち、総出で散歩でもしてるわけ？お風呂に入ってゆっくり休もうっと。それじゃ、また明日。性格が悪いだの、話し方がストレートすぎてすぐに人を傷つけるだの。そういう文句や陰口はよく聞くわ。でも私からすれば、誰にでもお世辞とわかる社交辞令の方が大概よ。はっきり言って、時間の無駄ね。事実を指摘されただけで傷つく人なんて、弱すぎるんじゃないの？ブランドの理念を構想してた当初は、自分の経験から、たくさんのキーワードをまとめることができたわ。だけど、その中から一つを選ぶのは、本当に大変だった。どの宝石も、自分の理念を反映している。それなのに、選べるのは自分を代表する一つだけってところが、特に難しかったわね。絶対に屈しない。これこそが私であり、私のブランドよ。私の目を信じなさい。この服なら君に似合うはずよ。え？こんなスタイルの服見たことないって？ふん、それは君が今まで出会ってきたデザイナーにセンスがなかっただけでしょ？言うタイミングを逃しちゃってたけど、私は思ったことをそのまま言っちゃうタイプなの。まあ、そこについてはもう慣れてるでしょうけどね。自分のやり方を変えるつもりはないから、君も私の前では遠慮せずに素の自分を見せてくれていいわよ。隠す必要なんて何もない。つべこべ言わないって約束してあげるわ。信じられないですって？今まで私が約束を破ったことがあった？フォンテーヌ人からは雷鳴の細菌師って呼ばれてるの。由来は出身地よ。別に、どう呼ばれたって構わないわ。故郷に対する未練なんてないし、神の目だって稲妻を出ようと決めたその時に授かったんだもの。まあ、とはいえ、布をいくら干しても干しきれないあの場所は嫌いじゃないわ。私はただ、あそこに帰る必要性を感じないだけ。子供の頃の私は、落ち着きがなかったから、親は私に
いろんなものを学ばせたわ。その中の一つが剣道だった。でも、ある程度学んだ頃に、ふと、両手にそれぞれ刃物を持った方が強いし、使い勝手がいいって気づいたの。ま、剣道の先生にはやめろって言われたわ。どうしてって聞いたら、主流じゃないことはまともじゃないんですって。その後、私は一度もそこへ稽古に行かなかったわ。今考えてみると、あの時、自分の気に入ったやり方を貫くことができて、本当に良かったと思う。もしかすると、私って生まれつき、両手を両方とも使ってないと落ち着かない性質なのかも。たもとは、私の初めての作品よ。当時はただ、自分と似たような女の子に、モデルと助手をやらせようって思って作ったの。え？そばにいてくれる存在？私にはそんなの必要ないわ。前に彼女が変なもののデザインを山ほど依頼してきたことがあるの。それもすごく真剣な顔でね。例えば、ソーダリンの出っ張り部分を全部それぞれ違った王冠みたいなデザインにしてほしいとか。当時はつい冷たい目で、そんなことをするくらいなら、君の帽子を船の形にする方がマシよって答えちゃったわ。私のデザインについて、時代を先取りしすぎているなんていう人たちは、きっとナビアと話したことがないんでしょうね。私は秘密を隠しておけるようなハットは作れないわ。でも、彼の魔術はそれを可能にしてしまうの。あれだけの秘密を隠したハットって、被るとどんな気分がするんでしょうね。たまに気になりはするけど、私はやっぱり考えは隠さずに言っちゃった方がすっきりするわ。あの助手さん、口数は少ないんだけど、私のことをとても信頼してくれてるみたい。私って猫に好かれやすいのかしら。以前、取材のためにシャルロットが店にやってきたことがあるの。私は別にインタビューしてもらうほどのニュースはないからいいって断ったわ。だけど彼女が諦めて店を出ようとしたその瞬間、ある酔っ払いが店に入ってきて騒ぎを起こして、彼女は一部始終を記録したってわけ。本当に信じられないわよね。記者がニュースを追うっていうのはよく聞く話だけど、ニュースの方が記者を追ってくるなんてこと、あり得る？シュブルーズとなら、会話も協力も滞りなく進められるわ。でもその反動か、彼女とのやりとりを終えて、他のお客さんの相手をするときは、いつもなんだかぎこちない感じになっちゃうのよね。エミリエの香水はかなりの人気よ。うちもあそことは提携してて、試作品のサンプルをチオリアに送ってもらってるわ。そして届いた香水をエローフェにこっそり試着室に振りまいてもらって、顧客たちの反応をエミリエにフィードバックしてあげてるの。かなり長く続けてるけど、試着室の匂いが変だなんて言われたことは一度もないわ。それどころか、店で使ってる香水はどこで買えるのかって聞かれることばっかりよ。彼女が新しい香水を発売するたびに、私も気になって一つ買ってるの。どれも使うたびに、新鮮に感じられる香りで、あれは本当に天才の所業ね。感服しちゃうわ。一部の友人や協力者から彼のことは聞いてるわ。彼のやり方には結構感心してるけど、自分のやり方を変えるつもりはないの。昔、まだ稲妻にいた頃、緑色の目をした猫に懐かれてたの。インスピレーションを探して外に出るたび、その子は私の後をついて回ってきてた。私が持ってる布の色と模様に興味があったみたいで、機嫌がいい時は私の足にスリスリしてくることもあったわ。だから、かなり時間が経ってたけど、2本の尻尾と、緑の瞳を持ったあの子を見た瞬間、あの猫だってすぐ分かったわ。
新鮮なものを見るときのあの子のあの目は、何年経ったって全然変わってないもの。子供の頃の私があんなにやんちゃじゃなかったら、上里家のお嬢様に出会う機会に恵まれることもなかったでしょうね。あれは、私が上里家の塀を乗り越えて、こっそり庭に忍び込んだ時のことだった。彼女が塀の近くに転がったマリを拾おうと、こちらにかけてきたの。私を見つけて驚いていたけど、ワクワクもしてるみたいだったわ。それで、一緒にあれこれ喋ったり遊んだりした。でも結局バレちゃって、気づき上げたばかりの友情は、私がつまみ出されたことで終わりを告げたわ。言わせてもらうけど、別に私、噂ほど気性が荒いわけじゃないから。私はただ、くだらないことで時間を無駄にしたくないだけなの。でも、なぜだか知らないけど、私の周りじゃ、くだらないことが後を絶たないわけ。そのせいで、私の評判もどんどん悪くなってきちゃったのよ。まったく、風評被害っていうのは、まさにこのことよね。子供の頃から、お説教されるのは嫌いだった。規則っていうのが大嫌いで、どうしても逆の方向に行きたくなるって時期もあったわ。ひねくれた性格のおかげで、散々ひどい目にもあったけど、歳を取るにつれて、だんだん分かってきたの。規則っていうのは、全部が全部悪いものってわけでもないってね。私が本当に嫌っていたのは、自分の思う通りに決定できない感覚の方だったのよ。子供の頃の一番の楽しみは、故郷の夏祭りだったわ。夏祭りでは、みんな一番綺麗な服を着て外へ行くの。帯にぶら下げる色とりどりの水風船。どう頑張っても救えない金魚。甘すぎるリンゴ飴。それから、長野原の花火。お祭りは楽しいけど、家に帰った後はいつもなんだか物足りない気分がしてた。今になってやっと分かったけど、きっと観客側に立つだけじゃ満足できなかったのよね。花火といえば、みんながすぐ長野原を思い出すみたいに、いつかはお祭りに着る服といえば、千織屋の服だってみんなに認めさせたいわ。考えてみただけでやる気が溢れてきちゃった。よし。店に戻って服を作ってくるわ。仕事の時は仕事に専念するけど、今を楽しむのも好きよ。時間のある時は食べ物を手に景色のいいところを見つけて静かにお昼寝したり、お気に入りの音楽を聴きながらゆっくり夜の眠りを楽しんだり、友人を呼んでみんなでワイワイおしゃべりしながら思う存分食べて飲んで、パーティーを楽しむこともあるわ。何をするかは、その時の気分で決めるの。トレンドが今この瞬間にしかないのと同じように、私も今この瞬間を生きていたいわ。どう？君も今夜は私と出かけて、一緒にのんびりしてみない？稲妻のお菓子や、あっさりしたご飯が好き。故郷の布の触り心地が好きだし、一日の終わりにお風呂に浸かるのも好き。でも、フォンテーヌの優しい海の水や、美しい海景色も好きなの。私って結局、過去の影響からは抜け出せてないのかもって。今日のすべては、運命で決まってたことなのかもって、よく考えちゃうわ。でも答えはわからないままでいい。私は今を生きているんだもの。過去のすべてが今の私を形作ってるんだとしても、未来をどうやって歩んでいくかは自分で決める。誰にも変えられやしないわ。私は仕事を通じて夢を追い、趣味を通じて自由を探してるわ。毎日好きじゃないことをやるなんて
一体何の意味があるの？たまに悩むわ。夢を追い求めてても、思った以上に進展は遅いのよ。一体いつになったら、私のブランドを世界中に広められるんだろうって考えちゃう。でも、折り合いをつけて、現実と妥協するつもりもないんだから。悩んだって何の意味もないでしょ？そんな時間があるなら、服でも作った方がマシよ。子供の頃に食べた稲妻のお菓子が忘れられないわ。でも、食べる喜び以上に、私はお菓子作りの過程を楽しんでた。もし、布がお菓子よりも色合いや変化に富まないものだったら、この世にお菓子職人が一人増えてたかもね。ハギスみたいな味の濃い料理は苦手だわ。道を歩いてる途中で、いきなり岩フライムの泥攻撃を食らって、顔が泥まみれになったみたいな感じがするんだもの。この説明ならわかるでしょ？うん、なかなか好きな味よ。次もこういうのをお願いね。安心して、お返しはちゃんとするから。悪くない腕じゃない。仕事が終わった後、店でゆっくり味わうのにちょうどいいわ。嫌いな味だわ。次はもっとあっさりしたものにしてくれる？お誕生日おめでとう。クイズの回答者になるつもりはないから、欲しいプレゼントがあれば直接教えて。何？ストレートすぎるって？わかったわ。じゃあナビアとキララたちを呼んで、さらに君の友達を何人か集めて、夜にチオリアでパーティーを開きましょう。他の人のプレゼントを参考に、君に似合うアクセサリーをその場で作ってあげる。絶対に気に入ってもらえるって自信があるわよ。ダメだわ。ありきたりすぎるのよ。まあまあかな。でも、やっぱり人目を引きつけるような要素が欠けてるような。よし。求めてたものを捉えられた気がする。手が震えたりはしないわ。私はその道のプロなんだもの。でも確かに、鼓動はちょっとうるさいかもね。作品が完成するまで、ずっと付き合ってくれてありがとう。この作品は、私にとって、本当に重要な意味を持つものよ。これでこの先の道も、もっと自信を持って歩けそう。